ジョイです。聖書ライフへようこそ。聖書を通してイエスに出会いたい。イエスをもっと知りたい。イエスに私たちが変えられたい。聖書の全部が一つのストーリー。66章が全部一つのストーリーを一貫したストーリー。イエスにつながるストーリーを教えていると信じています。また、ただの、えー、ルールブックでもなく、今日の私たちの生き方に直接語るものだと信じています。だから私たちは聖書を見て、 より理解していくことによってよりイエス様につながっていくことを目標としています。最近ではやっとね、えー、旧約聖書の最後の方までたどり着きました。小預言者の書を見てきていました。12, 個12章あります。お世話では神の普遍の愛。 ヨエルでは主の人来たる主のの来る新しい契約について見ました。アモスでは不義と公正、えー、また神様が貧しい人をどのように、えー、扱ってほしいかということを見ました。 一番短いオーバーディヤ書ではエドムの裁き、ヨナでは神から逃げる預言者、また神の国々に対する大きな愛を見ました。ミカではよく、貪欲に生きた人々、またリーダーたちに対する裁きを見ました。ナホムでは一度は悔い改めたミネベに対して神の裁きがありました。傲慢さゆえ、 悔い改めないから神の裁きがあることを見ましたハバククでは神様がハバククの疑問に答えてくれ、えー、神様が思いに働いて私たちが感じない時も見えない時も信じる信仰が必要だということを見ましたゼパニアでは 裁きいろんな裁きね、破壊と裁き、死の日という問題を見て、その中でも主の何身を避けることの大切さ、また神の愛の大きさをゼパニアで見ました。破壊では 神殿の再建をしろ、早く神殿を建てろという、えー、大きなメッセージ、そこに祝福の約束、メシアの希望も見ました。ゼカリアでは神に戻れ、そうすれば神は戻ってくるという、えー、主なメッセージ、またゼカリアの、えー、夢など、メシアの予言なども見ました。万軍の死という大きな掛、えー、け声、テーマが、えー、ゼカリアでは見られました。今回はやっとやっっとと 最後の39章目のマラキ章まで突入しましたこれで旧約聖書の全部を40回ぐらいをかけて見てきましたけど一番最後の章ですこの後はもう新約聖書に入るところですけどこの最後の章を見てここから学んでいきたいと思いますマラキの名前は私の天使私のメッセンジャーという意味の名前ですこのマラキ章では対話形式で 民の疑問に主が答えるそれだとよく聞,き聞こえすぎるけど、そんな感じで、対話形式で、神様と人々の疑問のやりとりというような簡単な芳蓋書です。時期的にはハガイやゼパニアと同じ時代で、捕虜後の話です。ハガイやゼパニアで、信念の立て直せという え励ましがあったその後もう神殿は立ち,直す立ち直りましたよっていう時に、えー、このマラキが書かれていますどんな状況だったかというと神殿が建って十数年経つけど状況が変わらないハガイや預言者たちゼカリアの預言が実現しない人々は「えー、まだ私たちこんな状況にいるの?」まだ敵の支配下にあり 物事がうまくいってない物事がうまくいってないし人々の心はどん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 徐々に徐々に神から離れていっている状況の中にこのマラキが、えー、この予言の書を書きますマラキの、えー、大きなまとめ一章の一節から五節でイスラエルに対する神の大きな愛が見えます一章の六節から二章の九節では妻子たちの避難おいお前ら お前らの不信仰不忠実な生き方っていうふうな非難で1章の6節から2章の9節まで書いています2章の10節から3章の15節では民の非難また社会的な罪を取り上げています3章の16節から18節でその中でも死を恐れて生きる人たち記憶の章を えー、覚えるために書いたっていう、えー、短いセクションがあり4章では「希望」また「神の祝福」という、えー、大きなふう、えー、に分けられることがあります。このマラキが書いているな時代に対しては「偽善」や「不倫」「不信仰」「離婚」「雑婚」「偽善的な生き方」「偽の礼拝」「傲慢さ」いろんな悪いことを取り上げてます。で あんまりにもひどいから、あんまりにもこのもう生きすぎた生き方、だから神様の言葉も聞こえてない、心に響いてない部分がある。だからこのマラキの後400年間、神様が沈黙の時代へと送り込む、ね。この次の預言者っていうのは預言されているバプテスマのヨハネマラキの3章の一節,節でも見えますけど、そのヨハネが 次、えー、語る言葉が一番最初の、えー、予言の言葉で、まあ、ヨハネの一章やったりマタイの三章で、えー、活躍が見られます。マラキで取り上げている、えー、大きな問題、ね、今いろいろなことを言いましたけど大きな対話として神と6つの議論、どのようにとあなた方は言う どのようにとあなた方は言うでだいたい始まりだいたいこのような、うん、イントロで始まっていくんですけどバカげた子どもの話みたいに神様が人間の疑問議論と付き合っていくのが見えますこの6つ、えー、ささっと見たいと思います最初は神様が愛してるよってどのように愛してるの びっくりしたように、えーえー、議論するイスラエルの民です。他の国も成功してるのになんで私たちはみたいな文句的な議論で神を責める民でした。2、ね、つ目は神を見下す。これは祭司たちも神様に人々の心を向けるはずの祭司たちも神殿神様のルールを見下していた。ね、どのように どのようにあなたの名前を叫みましたかってびっくりしたように。え嘘でしょ私たちそんなことやったっていう明らかな、うん、侮辱的なもう態度で神と向き合っている民が見られます。3つ目が神と奥さんたちに背を向けた民、社会的な問題。ね もちろん離婚とまた雑婚違う神様を信じている人たちとまた違う国の人たちと結婚してしまいそれから偶像礼拝にもつながっていることも取り上げられますでも、えー、取り上げられている問題はなぜ妻を裏切ったのかなぜ神を裏切ったのかという疑問が3つ目 4, 4つ目は神様の正義はどこだってえ 嘘でしょ神様はなあ、メッセンジャーを送るよ。マラキみたいな神の天使を送るよ。でも神様もあなた方の不信仰に疲れたよ。彼らの答えはどのようにして私たちが疲れさせたの嘘でしょあなたたちの悪が、ね、もう全部が神様に対しての侮辱ですよ。五つ目が神様が私に戻れって。またね。 えー、言いますハバククでも、見ましたでもハガイかなハガイでも見ました。私に戻れ。その時の彼らの疑問答えがどのようにして私たち帰ればいいのかわからない。ね、嘘でしょそんなふうに,風に対応してくれてる神様に対して、ね、私たちのところに帰ってくれる神様に対しても。 え分からないよ。とぼけた民でした。6つ目が、その中でも忠実なレムラントがいる。神様が、ね、神に使えるのは無駄じゃなくて、得になるよって。得にならないだろうって思ってた人たちに、いや、私についてきなさい。私がしたことを思い出しなさい。ということに対して、えー、信じてる者たちが、覚えの書というものを。 取り上げますひどい国ひどい人たちに対して神のもう残念さもあきれも感じますあ,あ私たちそんな悪くないからって私たちも思えるけど私たちも似たような神様に対する生き方をしていきますこのマラキショで見られるイスラエルの問題っていうのは 神様が私たちの残り物しかもらえない、ね、それにしか値しないような扱いで神と向き合ってたそれが大きな問題でした、えー、マラキ書の3章の8節から10説すごい有名なとこなんですけど、ね、神のものを盗むことができるだろうかって、ね、神様はいやあなた方は私のものを盗んでるよみんなが盗んでるよ どうやって何物数に盗んだのとぼけるイスラエルに対して10分の1と奉納物においてだ神様には与え上げるべき返すべきものを返していない汚れたもの弱ったもの、ね、外見だけ行いだけでやってるっていうところを神様が指摘します。 9節ではあなた方は花が花肌だしく呪われている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民すべてが盗んでいる。10節では十分の一をことごとく放物庫に備えてきて私の家の食物とせよ。そうして私を試してみよう。番組の死は言われる私があなた方のために天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなた方に 注ぐかかどうか試せ、ね、でもそれをやってないやれって言われたことをやってなくて残り物だけを神様に与えて文句を言っている私たちもどうですか神様が祈り答えてくれない時私たちが人生うまくいってないように感じる時どのように神様と向き合っていますか神様の視点から私たちを見て 神様の視点から、神様のプランから、私たちが行動できないといけない。ね、神様の愛を疑うのも簡単、神様の、ね、残り物を与えるのも簡単、神様の正義を忘れるものも簡単、神様に背を向けるのも簡単、神様をネグレクトするのも簡単。あ神様に仕えてきたけど、意味なかったからって諦めるのも簡単。でもそんな中で神様が。 私に戻れ。私の愛に戻れ、ね。神様の愛という大きなところに戻れって。神様の愛があるよ、ね。ここで終わりじゃないよという約束をしてくれています。そんな神様に近づいていってほしいです。この、えー、マラキ書の終わり、ね、旧約聖書の終わりでもあります。全部が イエスにつながるところだということを忘れないでください。主の日が来て、私たちその日にどのように生きていますか神に中途半端に残り物を与えていますかそれとも私たちが全部与えられたから私たちの全部を捧げてイエスと生きていますか一人一人が答えないといけない質問です。 中途半端に生きないで、神の愛に生き、イエスをもっと知っていきましょう。旧約聖書をここまでちょっとずつ理解できるように見てきました。これから、ね、新約聖書ももっと見ていきたい。でも旧約聖書もここで諦めないで、また読み続けて、またイエスにつながり続けてください。聖書を通してイエスに出会い、イエスに変えられ、イエスを賛美する民として、復活の民として、 私たちが世の光として用いられていることを祈っています。次回続けて聖書を一緒に見ていきましょう。さようなら。